南海キャンディーズのお二人、ようこそ丸の内へお越しくださいました。すごいわ、思った以上に大きいや。どうも皆様ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。南海キャンディーズでございます。さあ、今日はホリデーシーズンにぴったりなキラキラの衣装でしずちゃんをお越しくださいました。素敵です、はい、そうですね。ちょっとマリオのスターと私のスター性とちょっとかかっているかなとイメージして。そうだったんですか。はいはい。まあドカンとドッスンだと思ってたんです。違うわ。ドカンとドッスンじゃない。ドカンとドッスンとパックフラワーじゃないんですね。違います。なんだ、いや洒落たこと着てるなと思ったら。はい、そうなんですよ。はい。ドレスアップしてお越しいただきました。丸の内はそういう街でしょ。ドレスアップしてきたくなるような。はい。もう今日はお二人にこの点灯式お手伝いいただきたいと思います。よろしくお願いします。お二人、丸の内ってよくいらっしゃいますか。山里さんいかがですか。いや、まあ仕事から東京からね、新幹線乗って行くということもありますんで、その時ちょっと早めに来てこっちの方来るともう。美味しいものの選択肢がやたらいっぱいあるんでね、うん、まずここで腹ごしらえして、そしてまあいろんなところ仕事にね戦いに行くというのが、だからやっぱ丸の内ってのはもう戦いのスタート地点みたいな感じもあったりとか、あとはもうなんかお休みの日なんかにこの近くに僕ら夫婦で大好きなお蕎麦屋さんがあるもんで、そこなんかに行く時もありますね。丸の内来てます。それでそうなんですね。平日と休日とまたイメージ違いますよね。そうなんですよ。平日だと大好きな蕎麦屋さんがね異様に混むんでね、はい、でまあその突然閉まったりとかしても、これ何がいいって丸の内でねご飯が食べなくてしまってたとしても選択肢が無限にあるからこれ揉めないんですよ。あ、ここ休みだったんだ、ここいっぱいなんだ、じゃあここ行こうがすぐ早くできる。それでも本当にお世話になってる街でございます。喧嘩が起きない街という行ってるんやね。ずいぶん上からです。しずちゃんはいかがですか。私は大手町から東京駅までよく歩きます。あ、お散歩にもいいですもんね。徘徊されてるんです。緑が綺麗でね、この辺り道の幅が広くて、木が生えてるじゃない、木とかがいいですよね。ざっくりだな。ショッピングとか。日本語のレベルで、昨日留学してきた。木が生えてる。木が生えてる。気持ちがいい木が。いい街。いい街。みんな優しい。みんな優しい。私嬉しい。嬉しい。だそうです。なんかショッピングとかお気に入りのお店とかありますか。私は有楽町は丸の内じゃないですか。有楽町って言ってんじゃないかよ。有楽町は丸の内じゃないですかねって。じゃあギリセーフだったら有楽町にはよく行くんですけど。違いますよ。あ、違うか。月曜日って水曜日ですよねって聞いたら一緒だね。違いますよ。あと一歩足伸ばしたらやっぱね、ちょっとおしゃれな街でこう若干勝手に我々ハードルをね感じてしまうというか。昔からこう丸の内で働く人ってのがすごい人が多いみたいなイメージだから、ちょっと敷居が高いんでしょうね、この子には。いやいやいや、でもファミリーもね、どなたにでもお楽しみいただける街を。受け入れてくれるよ丸の内ちゃんと。もっとそうか、仲間いっぱいいますね。いますいます。人間友達。人間友達大丈夫。なんかこれハマったなとか印象に残ってるソフトってありますか。マリオのです。まあ私も全部通ってきますから。もう最初のスーパーマリオブラザーズから。最初のスーパーマリオやってんの？最初スーパーマリオか。だって最初はマリオブラザーズよ。あ、そうや。こういうはしご登ったりこうやって二人で。あれ？はしご登る？あれはしご登こうここで。それレッキングするんだよ。それレッキング来るよ、はしご登ったりするの。そうか、何レッキングする。レッキングクルーって、任天堂の代表とか、違う作品の説明させないでよ。あれ、マリオとルイージがこう、なんか、こうやって壁ポンポンと、天井やったりして。どんどん上登ってって、なんか、それアイスクライマーじゃない。違う。あれ、マリオが普通に、じゃあ、それ一番言ったのはマリオブラザーでしょ。一番最初のやつ。黄色いカセットの、ね、こう、ドラム。土管から出てきて亀とかいっぱい降りてきて、カメラがこうやってやってパウってボタンやるとドンって全部ひっくり返るやつ。初代ね。それぼんやりで来るなよここに。すごい山ちゃんのマリオ博士ぶりが今発揮されます。博士ってほどじゃないですけど、私はもうマリオと共に育ってますから、やはりねファミコンというものが家に来た時の感動ね、あれ昔ねテレビの後ろに直接導線でつないでね、それでこうねそれで2チャンネルにしてでスイッチを入れた瞬間にマリオが映った時の感動。てんてんててんてんててんっていうね、それから始まってるのよ。そうや、最初ファミコン友達んちにしかなくて、僕らの世代そうでしたからね。ちょっとお金持ってるところのこのところにファミコンするために遊びに行って、そうマリオのために友達になってきたからね。そうそうそう。いやもうね、マリオのゲームのお話し始めるともうお話が尽きないぐらい思い出たくさんだと思うんですが、はい、ね、この丸の内ブライトホリデー2020。俺してませんよ、前の話。すみません、お願いします。だってすごい補足説明で終わっちゃったじゃん。山里さんのお気に入りを教えてください。スーパーマリオ3でね、たぬきマリオって初めて空飛べるやつが来て、ずっと飛び方コツ覚えてから飛ぶのが嬉しくて、気づいたらね、もう夕方になってたんだから日曜日。それぐらいずっと飛んでたのよ。あと土管に入ったらどっか行けるんじゃないかっつって近所の公園の土管に入ってるところを商店街の豆腐屋のおばちゃんが亮太君がおかしくなったって商店街で噂になったの。いっぱいある。あとスーパーマリオ2ね。じゃあこの辺りでよろしいですか。ディスクのやつやね。そう、ディスクシステム。2があんまりメジャーじゃないんですよね。2難しいんですよ。難しかった。2難しくて、2って1面しか使わない。ディスクシステムで片面しか使わないんですよ。で、うちの兄ちゃんが亮太とこれ片面空いてるからディスクちょっと B 面に物入れてこいって言って、で俺は謎の村雨城入れて。あ、村雨城。そう。ちょっと山里さんもあと30個ぐらいエピソードありそうなので、この辺りで次に厳しい尺調整ですね。聞かせていただきますが。お客さんいたんですね。たっぷり語っていただきましたところでですね、はい、本日のメインイベント「スーパーマリオ」のパワーアップイルミネーション点灯に移らせていただきたいと思います。お待たせしすぎました皆さん、すいません。これを見に来てるんですよね、僕たちじゃなくて。そうでした。はい、点灯のスイッチお二人に押していただきます。オブジェ点灯と同時に丸の内中通りのイルミネーションも点灯します。そちらも、はい、あら皆さん外聞こえてるのかな。外も電気つきみたいよ、ね、責任重大です。責任重大なんだ。はい、皆さん外の方にもご注目いただければと思います。それではお二人、私が5秒前からカウントダウンいたしますので、4321どうぞの掛け声の後に同時にスイッチを押していただきたいと思います。はい、それではスイッチに手を添えていただけますか。それでは参ります。5秒前、4、3、2、1どうぞ。オブジェが見事に点灯いたしました。そして中通りのイルミネーションも同時に点灯しております。うわー、冬来た。いかがですか、しずちゃん。点灯したオブジェご覧になっていかがでしょうか。すごい綺麗ですね。このさっきの大きいやつたちがこう光ったことによって影が光と影がこうバッと出て、迫力がつまり良かったでいい。パワーアップ感がありますよね。すごい綺麗。山里さんいかがですか。また外のね、なんですか、街並みにも一気にこうライトが入りまして、なんかこれからまたワクワクする冬の季節、冬の丸の内が僕らをきっかけで始まったななんていうのがちょっと嬉しいですね。このガラス張りのところに反射してここもまた綺麗ですよね。確かにそうだ、この作りと見事だ。それも全部計算されてるのかな。そうなんですよ。なんかもう綺麗だわ。はい、いやもうこのイルミネーションの季節、丸の内一帯がボーナスステージみたいになりますね。いいこと言いますね。